ナーツープラスさんから来ましたよ。今日のテーマランキング待ってました。私普段からランキングつけていたことがありまして、ここで発表したいと思います。あ、ぜひぜひ聞きたい。それは私の好きなリンタロウさんがマリさんをいびる時の言葉ランキング。あ、ぜひ教えて。忘れてるな、このからメモる。いきます。第3位、山猿の猿ね。山猿の猿ね。山猿の猿ねってマリに言ったの？猿山の猿？あ、ごめん、山猿じゃない、猿山の、ごめん、猿山の猿ねって言ったんだって。マリに？ひどすぎない？言ってないと、うん、猿山。あ、猿山ね。言ってないよ。いや、言ってる。言ってないぞ。みんなが言ってるから言ってる。あんた覚えてないっす。誰も覚えてない。人間は辛い記憶は消すものだ。猿山の猿ね。3位だよ、まだ。何が辛い？余ったれるなよ。はい、すごい、猿山の猿。第3位ね。はい、じゃあ第2位。第2位。捕まればいいのに。捕まればいいのに。え、どうしてしょ。なんかどうしてしょ。そして誰に捕まればいいんだろう。ウケる。でもこれまだ2位なの。いいですか？かわいそう、マリー。はい、第1位。第1位、魔女裁判にかけるよ。はい、おめでとうございます。魔女裁判にかけるよ。猿山の猿ね、捕まればいいのに魔女裁判にかけるよ。ウケる、ね、全部覚えてないでしょ。ほんと全部覚えてない。やっぱ人間よくできてる ね。だからナーツープラスさん、なんとも思ってないのこの子は。これぐらいってもうちょっと強い言葉に言わないと伝わらないからさ。また頑張って考えるね。すごい。これらの言葉でりんたろーさんがマリさんをいびるとき、私ラジオの前で爆笑しています。マリさんごめんねっていう。ほんとだよ。楽しんでもらえてよかったです。すごいこと言ってる。これからも言葉の勉強積み重ねていきますので楽しみにしていてください。猿山の猿ね。魔女裁判とかかけられたらもうアウトだからね。そうね、すぐに。いいだよね、すぐに。捕まればいいのに。なんかちょっとつながってる感じ。つながってるかもしれないね。